はい、どうも、ノブキックスこと千田信之です。どうも、ノブキックスこと千田信之です。遠くからすいません。もしもし、聞こえますか？どうも、ノブキックスこと千田信之です。よろしくお願いいたします。さあ、ゲーム実況をね、やっていきたいなと思ったんですよ。で、ゲーム実況やりたいなと思う中で、どうしようかなって考えたんですけど、まだまだ僕はね、機材もないですし、どのゲームをやればいいのかわかんないなってことで、まずは、皆さんにもおなじみのポケモン GO をね、ちょっとやっていきたいなと思っているところでございます。どうぞお付き合いよろしくお願いいたします。で、ポケモン GO って結構、皆さんが解説しているので、モンスターとかね、そういうところに関しては、僕はちょっとまだまだレベルが19なので、ランクが19なので、まだまだなので、モンスターボール。モンスターボールのね、投げ方って結構難しいじゃないですか。で、最初の方の方たちは、投げ方に大変苦労すると思うんですけど、簡単にボールを投げる、しかもカーブボールを投げれる方法を皆さんにご案内していきたいと思います。で、僕が使うカーブボールなんですが、解説していきたいなと思っているところは山々なんですけど、モンスターが出ないと意味がないっていうところがあるんですよね。モンスターが出ないんです。モンスターが出ないので、どうしようかなってところなんですが、僕が使うのはこれ。皆さん、これご存知ですか？今僕が使ってるのは iPhone なんですが、6 Plus S なんですが、iPhone の機能にあります。この、真ん中のこの黒い、真ん中が白い点がありますよね。これ、iPhone の中のタッチしたところのモーションを覚えてくれる機能が iPhone にはあるんですね。その機能を使って僕はカーブボールを投げていこうと思ってるんですが、僕の場合はもう先に設定してます。6センチかい、7センチかい、真ん中に遠いと、これ距離によって、モンスターの距離によってこう使い分けるカーブボールなんですが、モンスターが現れないとね、ちょっと意味がないので、まずはね、設定の仕方からね、ご案内していきたいと思います。これ。まずはこの設定画面ですね。この中の設定画面の方を開かせていただきまして、一般からアクセシビリティですね。アクセシビリティをいきます。この、これ。アクセシビリティのこの機能があるんですが、これを、まず、オンにすると、この、こいつが出てきます。こいつ。こいつには、いろいろなモーションを、ジェスチャーですね。ジェスチャーを、覚えさすことができまして、いろいろあるんですよ。ロック画面するだったりとか、ホーム画面に戻るとか、センサーの通知だったり、デバイスだったり、いろいろあるんですが、これを僕はまずはしない。一個減らしますね。で、戻って、まずは新規ジェスチャーの作成をするんですね。これ作成します。で、作成するにはどうしたらいいのかっていうと、タップまたはスワイプしてカスタマイズジェスチャーを作成します。複数のジェスチャーを続けて行うと、一つのマルチタッチジェスチャーが作成されますということなんです。まずやってみますね。まず、ボタンを押す。ぐる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 、ピュッ！ボタンを押して、ぐる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 、ピュッ！これが、カーブボールの動きなんですね。ポケモン GO の中であるカーブボールの動きなんですが、この動きに基づいて、ぐる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 、ピュッてやって、カーブボールを投げるんですよ。で、そのカーブボールを投げる位置もあるので、これ何回かやっぱりやってみて、まずカーブと入れていきますね。はい。で、カーブが入りました。これ、今僕が作ったジェスチャーの画面なんですが、これだけ作りましたよってやつ。で、そこに最新の、上位メニューでプラスして、ここに選択して、下の方にありますカーブを選択します。これ選択して、完了を押すと、ここにカーブジェスチャーが表示されるようになったんですね。で、そこにやっていくのが、これなんですが、ポケモンが現れないと。まずやってみますね。これ選択しまして、カーブ押します。で、もうこの黒い点が出てきたんですよね。この点を、本当はこのポケモンのモンスターボールの方に持ってきて、ぐる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 、ピュッってやると、僕のポケモンが出てきた。僕のポケモンが出てきたので、ちょっと戻しますね。で、やるとカーブボールが投げれるようになるんですよ。
で、それを今試したいんですが、ないので、じゃあ、前に撮ったやつがあるので、撮ったやつちょっと、見てください。いきますよ。はい、これ。じゃあ、いきますね。こうやって、ありますと、で、コラッタ。コラッタですね。コラッタのやつを、まず上のジェスチャー、選択しまして、じゃあ、これはコラッタの場合は、何センチかな、何センチ設定したのかな、ぐる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 、モーションキャプターで、ビューンっていって、カーブボールが投げることができるんです。ね。それで、うまいこと捕まえることができます。だからね、カーブボールって結構、作者の方たちも、やっぱり会見で言ってた通り、カーブボールを使ってモンスターをゲットしてくださいみたいなことを言ってますので、皆さんもぜひカーブボールを取得して、まあ、ジェスチャーで覚えさせて、ポケモン GO をね、楽しんでいただきたいなと思うところです。まあ、この、ジェスチャーのやつも、もしかしたら、アップデートをすればするだけ、対象になってきて、もしかしたら使えなくなっちゃうかもしれませんが、今、カーブボールで悩んでる方たちは、これをね、やっていただければ、自在にね、カーブボールを扱うことができるので、ぜひぜひこれでやっていただきたいなと思います。まあね、僕の一発目のポケモン解説動画なので、ちょっとよくわからないんですが、こんな感じで僕もゲーム実況をやっていきたいなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。他のゲームもどんどんやっていきたいなと思ってます。どうぞその時はまたご視聴の方よろしくお願いいたします。一応ね、なんか、これから一応ゲーム実況とかもやっていこうの、YouTube もちょくちょくまたできていけたらなと思ってるので、できていけば、また、皆さんに見ていただきたいなと思っております。よかったら、チャンネル登録やグッドボタンよろしくお願いいたします。コメントもね、していただいて、なんかこういう裏技もあるよ、みたいなことを教えていただければ、それもどんどん実践していきたいなと思ってます。で、おすすめのゲームとかもあれば、皆さん教えていっていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、ノブキックスこと、センター、ノブユキでした。ありがとうございました。